い、今持ってきていただいたちょっとキャンディーとメルちゃんとしてきました。はい、あの実際にやっています。基本的には4人で、まあ多くて5人ぐらいですね。で、背中でボールを持ち上げます。あの、はい、この方、あの、さすがにね、ボールを下から持ち上げなくてはいいんで、あの、この感じ、そうこれで、端っこから端っこまでレース、往復で、4チーム、2ブロックで、予選を行います。で、勝ち上がった2チームは、それぞれ A と B で勝ち上がった4チームで決勝戦を行って、優勝を決めるっていうルールです。なんとなく分かりました？はい。で、ありがとう。で、いやうちのチーム子供が多いから、そんな、あの、こんなでかいボール持たせられないよと。はい、分かります、その気持ち。あの、子供さんに関しては僕めちゃくちゃ甘いので、特別ルール、あの、普通に持って走っていただいて結構です。はい、お子さんはただ走るだけ。あと、あの、僕昨日景品の買い出ししたんですけど、ちょっとお金余っちゃったんで、あの、子供用に子供用のお菓子買ってます。あの、ただ子供を走ってお菓子をもらいます。はい、ただ子供に、媚び売ってるだけです。はい。で、5往復なので、大体合わせて40人ぐらいのチームにはなってるかなと思います。多分なってない人は本当なってないです。すみません。そこはちょっとうまく、あの、5人にするなり、人数を調節していただいて、5往復、10片道かな、の、ペアを組んでください。今から、どうしようかな。ちょっとまあ、大変だと思うんで、10分、時間を作ります。ので、各チームさんちょっと、話し合って、4人ないし5人ないし子供1人などで結構ですので、5往復分のペアを作って、いきます。はい。で、もうちょっと言いますね、ごめんなさい。じゃあちょっとざっといきます。正気さん、白夜さん、ラキさん、ソラドさん、花マヨニバチさん、渚さん、レンゲさん、ヨフカシレンさん、トークさん、ここ A ブロック A ブロック、他 B ブロック B ブロック、はい、で、もちろん A ブロックから始めますので、 B ブロックの方は、まあ、10分間組みつつ A ブロックを見ながらまた組み直してもらって結構なので、ちょっと、今からステージを作るので、端っこで見ていてください。はい。で、A ブロックの方に関してはまたちょっと、ご説明しますので、とりあえず10分間の間で、ペアを組んでください。はい、何か質問ございますでしょうか？大丈夫ですか？はい、ということで10分間お願いします。一旦やっていきましょう。 B ブロック、
後半 B ブロックの方々かな、ここら辺あのスタートラインというかリレーのラインがこの緑のラインになるので、もうちょっと下がるか、この北側の空いてる場所、ここはもう完全に走らないので、こちらの方に移動してください。はい、で、A ブロックの方々、あのこのスピーカーの目の前の緑のライン、これが往復叩くあの往路と袋のラインになりますので、あのブロック A ブロックの方で、ペア分かれたよって方はもうあの移動して待機してくれると嬉しいです。A ブロックなので、例えば渚さんだと浜前の手松さんだから、
れを渡してください。はい、では準備になりました。はい、大丈夫ですかね。いけますか。いけそうですかね。じゃあすいません、Eブロックの方々ちょっと座っていただいてもいいですか。すいません、3位が原舞さんでと渚さんか。
で、4位が翔さんと白夜さん。いや僕ね、ここがね、一番早いんちゃうかなと思ったんですけど、なんか思ったより。はい、ということで、上位2チームの方はまた後で、やりますので、ペアを練り直すなりちょっと見てみてください。はい、ということで B ブロックに参りましょう。伊藤お願いします。いやちょっと良かったね。良かった。いや面白いけどね、ちょっと白熱すると危ない場面がありましたね。なんか意外と子供の方が冷静やったね。そうね、大人たちが大人も焦ってなんかもうボールボロボロ落としてから、ボールを落とすし、なんなら4人目引きずられるしみたいな、ね、背中から向けるしね、事件がたくさんあった。そうそう、なんかね、4人のペアでさ、他チーム同士で引っ張り合ってさ、あとで喧嘩受けるんじゃないかなって、もしかしたら伸びるかもしれない。ちょっとぜひうちのチームはないようにしていただいて、はい、Bブロック楽しみですね、また。さあ、ということで、では、B ブロック、いけそうですか？ B ブロック準備です。A ブロックの方、よかったら座っていただけると分かりやすくなるので。あれ、シキさんとカエルさんか？違うな、アジサイか。シキ？シキとカエルさん？もう準備万端ですからね。うん、もう組んどる。はいはい。シキはやっぱやる気が違うな。もう、二組組んどるからね。もうね、シキちょっと勝ちにいってるわ。勝負さんも負けて。本気じゃん。ちなみに、皆さん、ちゃんとペア組めそうですか？なんか人数足りなさすぎるとかオーバーしたとかはないですかね？早いな。
何が起きてる？あれ？もう一応あ、多めにしちゃった。1個多かった。ちょっとおまけでね。おっと。なんかまあ、ちょっとおまけにしてもらった感じで。ちょっとあのでも、チームサッカー危ないことありましたね。この辺で人が止まって、落ちたボールを手で運ぶっていう感じで。ここまで止まってる。落ちた。そう。ちょっとね、あり得る可能性ありますね。今集計してますけど、最終ジャッジはちょっとこちらの方でお願いします。はい、あの VAR 入ってるんで少々お待ちください。そうですね、ちょっと一回チェック入らん。いや、お前ら負けだって。お前らは負け、それ知ってる。結構ね、葉月さんあれ半分以上歩いてますよ。はぁ、VAR に少々時間かかってるようです。まあ、にわかやさんがね、しっかりこう帽子を脱いでいただいたことが結果に出たのか。早かったね。はい、ということで結果が出たので発表します。よっ、第1位四季楓で勝利して、これ早かった、早かった、はい、これはね、文句なしでしょ、文句なしで早かった。はい、第2位、にわかやあじさい。にわかやさんの帽子のおかげ。にわかやさんがもう帽子を脱ぎ捨てたから。はい、第3位、朝日もろろ一座さくら。一番喜んでる。第4位、風花葉月和夫。これね、不正があったからではない、順位の問題。はい、ということで、見事、上位2チームは決勝トーナメントということで、ということでね、はい、最終決戦に行きましょうということで、上位2チームの方々は同じようにスタート位置について準備してください。
白熱ちょっとすごかったな。めっちゃおもろい。いや来年もしたいんだけどこれちょっとや危ないな。ないフィジカル、まあ、そうね、あの大人が本気になると結構危ないはい3人くらい引きずられてましたからね。チームさあ結果出た。結果集計中。さあじゃあ結果出ました。決勝戦、下から行きましょうか。下から行くんよ。なんか言え真ん中から行く、まあ、3位3位から行こうか。ドン、3位はラッキーとソラト。あお子様パワーこれ子供やめれる。さあ第2位にわかやとアジサイ。さあということで、第1位、四季楓で勝負し、おめでとう。電気屋さんたちね、おかしい1位かと思ったんですけどね。はい、では、第1位、副賞が四季と楓と勝負師の代表の方1名ずつちょっと前にお越しください。代表者の方ね来ていただいて、あの前で大丈夫です。ちょっとあすいません、藤沢さん、あのレゲさんちょっと4位でした。割と、うん、予選は超えたんです。4位だった。はい、ということで、今回の副賞、人数分以上にあると思います、ポテトチップス3箱はい、差し上げます。上からにはなりますか。各チームさんにお届けください。おめでとう。はい、で、頑張ってくれた、参加してくれた子供たちにも、あります。お菓子準備してるので後で、ここの上の、司会が座ってる場所に来たら、お菓子を差し上げます。はい、ということで、今回の葉月祭りのレクは以上となりました。皆さん参加していただきありがとうございました。はい、では終盤戦皆さん頑張って踊って